3回目でございます、まあ、前回第2回は緑川さんにゲストに来ていただいて、いや本当に本当に俺は得したよ。え得した？得したよ。だって生で緑川さんのさ栃木弁が聞けたんだよ。なかなか緑川さんの方言を喋る姿って想像つかないですもんね。そう、珍しいものをリスナーの皆さんも聞けたんじゃないでしょうか。そうそう、すごくこう高貴な感じのイメージがあった緑川さん、はい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 、プリンスっていう感じがあったのでさ急になんかあお兄ちゃんって感じになってさ距離がそうなんだ。そう、俺の中でそうだったの。なんかかっこいいなっていう、かっこいいですよ、象徴みたいな感じだったから、急にねこの方言ってやっぱこう人の距離感を縮めてくれるなっていう。縮めますね。やっぱ自分の出身というか、そう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 、パーソナルに一番結びつく場所というのもありますからね、まあ、3人の方言トークもあり、まあ、みんな全員ねたどり着いてしまった、あのいいところ3つっていうのもありましたね。あれね、あら緑川さんに助けてもらった。いやーかっこいい増田君。もう緑川さんが